はい、どうもミスティです。さあ今日はですね、サムネにも書いてある通り、孤軍奮闘メンバー、團十郎さんの引退がね決まってしまいましたということでですね、皆さん、13サバ全体でね卒業式というのをしていきたいと思いますね。私が島津の鬼の時にもやってましたね、あの引退式。そう、あんな感じでね、13サバ全体で今回開催するということでね、収録していきたいと思います。いやー、まさかね、孤軍奮闘さんの中から引退者が出てくるとはと。まあそれぞれねいろいろありますから仕方ないっちゃ仕方ないですけども、さあここですね。はいはい、團十郎さん。さあそして、まあ團十郎さんのこのゲームの感想ですね。はい、アイテムの値が高いと同等のゲームは10年前からあるので開発費はかかっていないはず、半額にできるね。何でもかんでも超越は失敗、兵種構成が関係なくなって個性が消えた、奥義が弱く人気のない武将の調整程度で良かったと思う。あーでもね、これはね私も思います。特に無課金美課金帯の方ね、もう超越がバン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 出てきちゃって、それぞれのキャラクターの奥義だったりっていうところで編成を組んで強くなっていきましょうねっていう感覚は消えましたよね、もう全部超越させたら勝ちじゃん。はい、白レベルと兵レベルの上限解放は必要だった、超越が全てでレベル上げてもメラってなければメラメラ社の不幸の餌、間違いないね。前にね川中島のコメントでいただいてましたけど、あの矢倉よりは超越、まあ結局は超越した者勝ち、っていう感じになってるのでね、まあ仕方ないかなと。はい、そして攻めてますね。はい、念仏さん、深田恵美さんですね。まあこんな感じよと。まあこちら一舞台ってことですよね。で結局武田信玄が、ゴメラ 1,2,3,4,5 ゴメラで、鈴木茂秀6メラ、真田が4メラ、忠勝3メラで、吉川元春6メラで、院長が4メラとね。まあ深田栄美さんもとりあえず吉弘をメラってるのかな、2つ。まあ結局はね、そのメラ超越ですねをしっかりした方が、ああこっち吉川さんもやってるね、やってるけども、やってるけどもって感じか。結局超越を進めないと、超越進めたら一舞台で勝てるよという証拠ですね。こうなってしまうとね、ゲームとしてちょっと無課金美課金帯はねもう何もできないという状況になってくるのはまあ仕方ないかな。なので私もね弱いまんまでございます。まあその辺も含めて團十郎さんが
まあ、引退のきっかけになったのかなという感じでございます。で現在がね、10月の22日日曜日、21時45分から引退式開始と。で現在42分と、残り3分ですね。まあ仕方ないかなということで、時間まで待ちたいと思います。はい、團十郎さんがね、キム兄の方へ攻撃していっておりますと。まあ、キム兄がね、代表して受け止めているという形でございます。で次は、團十郎さんの、マックス部隊ですね。マックス部隊でキム兄への攻撃、そしてキム兄は、国軍奮闘の皆様の防衛も含めた上で防衛と。あら、一部隊。あ、援軍なしでやってくれと。援軍なしで團十郎さんを、團十郎さんが、キム兄を攻めると。さすがにね、キム兄も狙ってますから、そう簡単には勝てないよと。で、こちらはね、ちょっと防衛、強力防衛がね、入ってしまっているので、まあ仕方ないかなという感じですね。さあさあさあ。もう回復もせず、いるだけの兵士で行ってますね、團十郎さん。いやー、なんか切ない。ね、切ないね。
さあ、これでね、兵士がいなくなったと。さあ、来ますよ。團十郎さんに向けて。十三サバ全体からの卒業お祝いでございます。さあ、初手は、キムニー。さあ、どんどん来ております。さあ、孤軍奮闘はもちろんのこと。わあ、遠いとこから来てくれてますね、皆さん。ありがとうございます。ねえ。皆さん、ありがとうございます。もう、線が追えない。遠すぎて線が追えない。あー、いた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 。ピノ連合さん。ありがとうございます。ね、義勇任侠に入ってくれている連盟の皆様、ありがとうございます。そして、そして、こちらは、もっと遠いな。どこだこれ。あ、いたいた。関東同盟の皆様、ありがとうございます。はい。ダンさんお疲れ様でした。ダンさん、長い間一緒にいてくれてありがとうと。いやー。ね、島津の鬼とは比べ物にならない引退式でございます。はい。いや、やっぱりね、引退者が出てくるのはね、まあ仕方ないことではあるんですが、やっぱ寂しくなりますね。まあそれと同時に、この十三サバ全体でね、やってくれたことを、ね、本当ありがたく思います。皆様ありがとうございます。はい、皆様ありがとうございます。あ、念仏さんも来てくれてますね。ダンさん、一緒に新ノブができてよかったです。
川中島で優勝したことがいい思い出です。リアルでも頑張ってください。また遊びましょう、と西村さんからです。はい、皆様ありがとうございます。はい、皆さん卒業式にご協力いただきありがとうございましたね。本当に皆さんありがとうございました。13サバ全体でこの卒業式迎え入れたことを、悲しくもありますが、まあ嬉しく思います。今後ね、13サバ全体で一致団結して新の部やっていきましょう。團十郎さん、お疲れ様でした。またね、どこかでお会いすることがあれば、楽しく遊びましょう。ね。はい、ということでね、13サバの方々、ありがとうございました。團十郎さん、本当にお疲れ様でございました。また、どこかでお会いしましょう。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。通知オフでいいんでね、チャンネル登録だけでもよろしくお願いします。何かあったらコメントの方にお願いします。ではまた。